ねえねえ、なんかすごい頑張ってるけど、いくら頑張ったって成績なんて上がんないんじゃない？だってさ、周りはもっと頑張ってるかもしれないじゃん。やっぱりいくらやっても無駄だと思うんだよね。受験受かんないんじゃない？どうも、ハイチです。悪魔の声なんですが、普段自分自身の心の中で結構自分自身でね、思ってる方っていると思うんですよ。特に受験生の方で、まあこれからですね、9月10月って時間が経てば経つほど、まあ受験に近づけば近づくほどですね、やっぱりああいう風な焦りっていうのは、まあ焦りから生まれるとこだとは思うんですけど、まあ出てきます。で、今、そういった相談メールがすごく多くてですね。で、今回はこういった形でちょっと動画を撮ったんですけど、まあ一度、まあ自分自身でね、自分に言うことは多いと思うんですけど、人から言われることでないじゃないですか。で、あえてちょっとその、まあ人から言われるっていう動画でね、形にして、どう受け止めるかっていうのをちょっと考えてほしいなって思って、きっかけ作りになったなと思って、少しトゲのあるような表現をさせてもらいました。で、まあ今回伝えたいことはですね、人っていうのは選択肢が、あればあるほどやっぱり迷います。二択の方が一番楽ですよね。まあ、一択だったら一番楽ですけど、まあ、二択は二つに一個なんで楽だと。それが三択、四択、五択っていう選択肢がどんどん増えれば増えるほどどうしようかなって迷い始めるんですよ。で、勉強方法とかもまあきっとそうだと思うんですね。まあ勉強法って答えがないんで、どれで選んだらいいかなって迷うこともあるし、で、もう調べようと思ったら選択肢はどんどん増えていっちゃうし。で、今、その、努力をね、自分内には努力をしてると。でもきっと自分内に努力をしてると思ってるんだけど、でもどっかでもっとできるんじゃねとか、いや、あの時サボってんじゃんとか、全然できてないじゃんみたいなダメ出しをする自分はきっとどっかにいるはずなんですよ。で、そんなことを思いながら、まあ周りのね、勉強状況をまあなんか SNS とかで見てるんであれば、あの子はもっと頑張ってるとか、それは SNS で知らなくても、きっともっと頑張ってる子がいるとか、特に塾に行ってない子とかはみんな夏期講習ですごいやってるっぽいんだけどとか、だからもうみんなが周りがすごい頑張ってる風な雰囲気とか、それを感じてる、それを感じつつ自分はダメだよなって、できてないじゃんって比べちゃってるんだよね。で、ああいう風にやっても無駄なんじゃねえのって、どうせ受かんねえよみたいな、頑張っても無駄だろうっていうのを自分でやっぱ思いがちなんです。で、じゃあ、まあ、思うのはしょうがないと思うんですよ。きっと。それは失敗したくないっていう、その受験でね、失敗したくないっていうのが根底にあって、でも、どっかで自分に自信を持ちきらないじゃないですか。それは大人になっても持てないんですもん。なかなか。そう。それが、まあ、学生の時とかだと、やっぱ余計に自分自身に自信は持てないので、で、それでああいう風になっていく。じゃあ選択肢をね、どうしたらいいですかって聞かれるんで、まあ、いっぱい選択肢与えてもいいんでよかったんですけど、あえて二択にしましょう。シンプルに。二択です。一個、諦めるか。2個、もう1個続けて頑張り続けるかっていう。もうこの2個しかないと思うんです。究極に言ったら。今でも頑張ってるんですよ。頑張ってないって言う方多いんですけど、頑張ってるんだって。あのね、よく言いますけど、いろんな YouTube のチャンネルがある中で、いっぱいあるはずなんですよ。きっと、まあ自分以外のね、自分のこのチャンネルしか YouTube で使ってませんっていう方もいるかもしれないですけど、きっと多くの方が他の YouTuber の方も見てて、その方も見てるし、自分もたまに見てるみたいな方が多いと思うんですね。で、YouTube って本当にものすごいたくさんの動画がある。だから、それで時間使おうと思ったら、きっとみんなの一日は全部使えると思うんですよ。YouTube だけでもきっと。使える方がいると。で、それなのに、その中で時間を割いて自分の勉強チャンネルに来てる時点で、まず、もうそこだけで俺の中では頑張ってるわけですよ。だってエンタメに行かずに、ちょっと見ようって。勉強に関して話すんだからさ、話す動画にしても。で、それを見に来てるわけじゃないですか。だから、もっと良くなりたいとかっていう気持ちが、向上心がどっかにあるわけ。で、勉強もやってるはずなの。多少なりとも。だから、まず頑張ってないってのはちょっと、やめてよ。捨てとこ。ね、頑張ってんだから。でも、それを頑張ってるんだけど、それがまだ自信足りなくって。でも、頑張ってることが無駄なんじゃないかと思ってしまう。であれば、やっぱり、頑張ってること、今ね頑張ってる。で、もっと頑張れるかもしんないよ。この頑張るっていうレベル上げることはできると思う。でも、そこも含めて、頑張り続けるのって。諦めずに。まだ頑張ってこうって。あと半年あるから受験まで約ね。頑張り続けるのか、諦めるのかっていう。もう頑張ることをやめるのかっていう。この二択です。どうします？みんな。で、これは勉強に関してだけじゃなくって、きっといろんなことでもあると思うの。そのね、何かをやってる、努力してたりとか、まあ我慢してることもあると思う、きっと。何かによっては。で、それを我慢し続けるのか、その我慢することを諦めて、そこから関わるのをやめるのかとか。
その選択肢もあると思うの。で、自分は頑張り続けることとか、我慢し続けることが絶対的に正しいとは思ってないのね。なぜなら、俺、諦めたこととか、その、なんだろう、関係を断つこととかもいっぱいやってきたし。そう。でもそれを、確かに後悔してることもある。諦めたこと。あの時もっと粘ればよかったなってことあるの、確かに。あるけども、でも、諦めた選択肢を取ったことが、それで良かったって思うこともたくさんある。だから、それはね、そのさ、一般的に言ったらさ、もうこのさ、頑張り続けんの？諦めんの？どっち？って言われたらさ、もう、頑張り続けるって言わせたいんだろうなって、見え見えじゃんか。でもね、確かにそれで言ってる。今回は。自分はそれで言ってるんだけど、でも、分かってほしいのは、いろんなことをみんながこれからね、選択していくと、選んでいく中で、頑張り続けるっていうことが絶対的な正義ではないの。だからそこは覚えておいて。いいね。それは物事によるから。けど、今回ね、この動画を見てくれてる時点で、きっとまだ頑張りたいってどっかで思ってる。であれば、頑張り続けてほしい。ね。それは一生ものじゃないんだよ。きっと。このチャンネル見てる子は学生が多いからさ。勉強のことでしょ。で、きっと受験のことでしょ。受験生だってやっぱあと半年ぐらい。なので、これからさ、テストがあるんだよ、きっと。模試とか、学校の実力テストが行われて、そこで、その、まあ、成績として久しぶりに出てくるわけ、数字が。それがうまくいかない方がやっぱり多く出る。でそうすると、すごくダメージを負う。そこで一番諦めやすくなってしまう。とは思うんですけど、でも、まあ、そこはね、そこはその時期にまた動画撮るんで別で話しますけど、今、このね、このタイミングで見てもらってて、で、さっき冒頭みたいな悪魔の声が、やっても無駄なんじゃねえのって、どうせ落ちんじゃねえのって言われたとしても、うっせえって、やってみなきゃわかんねえだろっていう風に、ちょっと奮起して、もう一歩とか、まだちょっとまあ半年あるけどね、もう一歩一歩頑張ってほしいなと思って動画撮らせてもらいました。ちょっとね、まあ途中でも話しましたけど、まあ不快に思った方もいると思います。まあその方はね、本当に申し訳なかったんですが、まあ最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。